はいどうお凡人でございます。ということで、えー、今日の動画はですね、えー、名古屋グランパスに関する動画になります。ちょうど昨日発表がありましたけれども、内田拓也選手が FC 東京からレンタルで名古屋グランパスに加入したというところで、 え今日はまあ彼に関するう個人的な見解動画というような感じでお送りしたいなというふうに思います。えー、とざっと彼のスペックの方でおきますと1998年6月2日生まれ 177cm71kg で本職はミッドフィールダー登録というところになっております。えー、と昨シーズン FC 東京ではあ右サイドバックとして6試合先発で出場して、計途中含めると13試合出場しております。えー、それ以前 2019年シーズンーな,どなどでは、まあ、左のインサイドハーフであったりとかあ中盤でね主にプレーしていて、えー、中にはセンターフォワードでの起用経験もあるという形で、えー、非常にユーティリティ型のねプレイヤーではないのかなというふうに思います彼の、えー、プレーの印象としましてはやっぱりワイドから、えー、っと縦に切り込んで、えー、とにかく鋭いねクロスボールを上げる ととというところと、まあ、個人的に一番、うん、彼の特徴だなと思ったのは本当にあのボールにタイトにね、えー、ついている印象がまあ非常に強かったです。 えーとしっかりとボールを買って前にボールを配球するといったところを、ね、徹底してやれる選手なのかなというふうに思います、まあ、個人的に彼の一番の、まあ、最適おそらく長谷川健太監督が起用するであろうポジションは右のサイドバック、ここですね、まあ、彼をここに置いて、えー、とにかく縦の突破というところをしっかりやっていくというところで、まあ、彼を取ったのかなというふうに思います。 まあ今現在、このポジションは宮原、えー、そしてナルセ、えー、そしてえ今のところ森下かなあーっていうとこような選手がまあ主な選手になってくるかと思うんですけれども、まあ、彼がおそらく入ることによってまあ右からのこの縦のボールプラスまあ内側にインナーラップした時のここでねボールしっかり刈り取れるというところを長谷川健太監督は望んでいるのかなというような印象を受けました。 えっとまあ彼は自身さっきも言った通り元々はミッドフィールダーの選手なのでまあもちろんこの個人的にはボランチのどっちかで、えー、プレーをするっていうところもありなのかなというふうに思います。えー、っと今のところこっちには稲垣とレオシルバーがまあだいたいツーボランチで入ることがまあ多いん。 ですけれども、まあ、やっぱりどうしてもグランパスは今のところ得点力不足というところが昨シーズンからの課題で、えー、まだ,未だ改善されていないというところがありますので、まあ、そういったところを改善するためにも、まあ、彼が、ね、しっかり中盤でボールを奪ってだいたいトップ下に入っているのは。 まあ先頭であったり、阿部であったり、いんであったりとか、そういうメンバーですけれども、まあそういったところに近づいて、しっかりボールをね中盤でコントロールするというところをまあ徹底してやってくれる選手ではあるので、まあそういったところをね望んでるのもありなのかなと思いますし、まあ逆に1個、レオ・シルバーをね1個落として、まあ稲垣と。 内田でまあ、インサイドハーフ気味に陣取って4 3 3という形をね試してみるのも非常にありなのかななんていうところをまあ、思ってたりはします。でまあ、そうしてとにかく中盤でボールをキープしたまあ残りのこの前3枚ですね、ワイドに貼れるマテウスとまあ、相場っていうところがまあいますのでそういうところを彼らをまあ、ワイドいっぱいに貼らせて中盤をその間にこう走り込ませると。まあ 俗に言う海外では5レーンとかいう言葉を使ったりしますけどそういったところでえなんとかこうセンターフォワードに頼らなくてもやっぱ点を取れる方法っていうのを作っていくこともまあグランパスにとってはまあいいことなのかなというふうに思いますし、まあ、もちろん難しいやり方ではあるんですけれども、まあ、そういったところを徹底してやっていけば得点力不足っていうところの解消にもつ、ね、ながっていくのかなというふうに思いますので、まあ、そういったところを本当グランパスはね、まあ、この 内田選手加入によって、いろいろね、また新たな選択肢っていうところもね、できてき、えー、ているので、まあ、そういったところも含めて、えー、今後の、ね、グランパスにも期待したいなというふうに思います。ということで、えー、今日の動画はですね、名古屋グランパスに、えー、内田拓也選手が、あぜん付き加入したというところで、まあ、彼への紹介と、プラス、今後のグランパスについてというところでお話しさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。